Bay FM 78. Come along, have fun with us. Keep smiling. Bay FM. Kiss and smile. With Hiroko Morikuchi. こんにちは、森口博子です。Bay FM Kiss and Smile 始まりました。今週もここ Bay FM 本社スタジオからおよそ3時間の生放送お届けしていきます。肌寒くなってきましたね。いや、びっくり。この気温差ね、もういつも気温差にやられるって言ってましたけど、なんか今年はでも涼しくなるのがすごい早いですよね。いつもだったらまだ、9月の頭ももう全然夏じゃないっていう会話が繰り広げられていたのに、ね、皆さん油断しないように、こういう時にね風邪ひきがちなので、温かいものを飲んだりとか羽織るものを忘れずにねお出かけくださいね。そんな中、私は朝からねちょっと悔しかったことがあったのよ。傘をね左手で差してたんですよ。で、右手にはもうこう荷物持ってて、もういわゆる両手が下がってる状態で、このベイ FM の、まあ、エレベーターちょっと乗る手前のところのね、外ってこうビル風がわーっと吹いてて結構強風なんですよね。で、傘差してたらうわーって強風に煽られたんですよ。で、両手塞がっちゃってるから、で重たい荷物だから左手の傘を支えられなかったんですよね。と思って、で左手でってこうね風と戦ってるんだけど、握力落ちたかと思って、なんかわかる、こんなことぐらいで左手がやられるもんかって感じで、ってやってるんだけど、だんだんもうすんごくだるくなってきて、今度ダッシュで、よしダッシュでちょっと風に当たらないところに行こうって言って入った時に、なんかいつも以上にだるさを感じて、おかしいな、これぐらいの強風で煽られるはずないのにって、まあ言い訳としては利き腕じゃなかったからねってことにね、落としどころはそうなんだけど、それでもちょっとなんか悔しいな、一生懸命戦ったんだけどっていうね、今日この頃でございました。この番組には決まったメッセージテーマはありません。夜が涼しくなってきたのでね、ぐっすり眠れてなんだか逆にパワーみなぎってますとかね、毎週末国内外のお酒を飲んで一人で旅行気分味わってますなどね、あなたの周りのこと、あなた自身のこと、何でもいいです、教えてください。kiss@bayfm.co.jp まで、では早速メール1通ねご紹介いたしますよ。ラジオネームなおちゃん、中学3年生の、ね、男の子です。市川市に住んでる男の子、ありがとうございます。森口さんこんにちは。どんよりした天気が続きますね。本当よね、元気？今週からついに学校が始まりました。久しぶりに歩いたりして疲れていますが、おっと学生さんも疲れちゃった。キススマを楽しみにして今日一日の学校生活頑張ります。そうよ、キススマ聞いて少しでもねファイティングスピリッツね、出してもらいたいですよ。やっぱそうか、中学3年生の男の子でも久しぶりに歩いたら疲れる。そうよね、だって夏休みさ、いつもだったら思いっきりさ出かけて遊び回って体も動かしてっていうことができなかったわけだもんね。えらい。でもちゃんと守って、きちんと守ってる子供たちはえらい。中にはねこう、いや守れないなっていう子もいるかもしれない。だけど今ここが踏ん張り時だからさ、みんなだって我慢する時間って人生の長い人生の中で考えたらわずかな時間だから、ここを乗り越えたらみんなでまたねいつものような日常かどうかはわからないけど、まあスタイルが変わるかもしれないけど、今より悪くなるようなスタイルは嫌じゃない。だからここが踏ん張り時なのよね。なおちゃんもきっと出かけずに頑張ってたから久しぶりに歩いたら疲れたんだよね。その頑張ってた証拠だよね。うん、じゃあ今度学校に行って少しねこう体を動かし始めて筋肉もつけて、うん、いっぱいいっぱい青春を、こんな時期だけども一つ一つね、楽しんでいってほしいな。いろいろ工夫して乗り越えていってほしいと思います。メールありがとう。さあ、この番組をツイッターでつぶやいてくれる際にはカタカナでここまで一応したのにカタカナでちょっと何、コシさん今日も絶好調ですねって、カンペの絶好調が下ベロの絶好調になる、嫌味ちょっと嫌味じゃない、あ、褒め言葉どうなのよ。前にもツイッターであったね、私が一回もミスせずにもうスラスラスラって言ってたら、ファンのみんながあれ今日ちゃんと喋ってる、調子悪いのかな、だって何それそうそう、カタカナでハッシュタグキススマと入れてつぶやいてください。番組中ももちろん番組の後もね、ス
スタッフのみんなで覗いております。生放送中に紹介しますよ。クロージングナンバーとしてお届けするのは私森口ロコリリース中の35周年記念アルバム青い命から。今日は何が聞きたいですか？リクエストの理由も添えてください。それでは今週もあなたとラジオでつながっていきます。森口博子がお送りする3時間の生放送、合言葉はもちろん Kiss and Smile Bay FM Kiss and Smile Kiss and Smile With Hiroko Moriguchi。森口博子がベイ FM 本社スタジオから生放送でお送りしております、キス&スマイル。今日の番組のメニューをご紹介いたします。2時台はニューソング、音がもりもり。久しぶりに帰ってきましたこのコーナー。私が気になる新譜とかニューカマーアーティストをレコメンドしたりキスマがプッシュするアーティストをご紹介したり、新しい音楽を深掘りしていきます。今日はデビュー45周年の矢野顕子さんのニューアルバム音楽は贈り物をクローズアップいたしますが、いやすごい素敵、深い、一言で語れない、楽しみにしててください。3時台には私の人生バイブルソング、頑張る時に聴く歌、あなたを支えてくれる歌、ターニングポイントと重なる歌など、あなたの人生で大きな存在となっている歌をエピソードとともに教えてくださいというコーナーです。このコーナーに送ってくださる場合はメールの件名にバイブルソングと入れてください。今からでも受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。では早速メールご紹介いたします。これはですね、埼玉県富士見野市のラジオネームまりまりさん、40代女性の方からです。ありがとうございます。ひろこちゃんこんにちは。こんにちは。ようやく子供たちも新学期が始まり、今日は久しぶりのキススマ楽しみです。お、じゃあちょっとホッとできる時間が少しでも持てるといいですね。ママファイティーン。先月末始業式の準備をさせようと小5の息子のランドセルを開けてみたら、何やらそこにコロンとした白い物体が、ギャー、びっくりマークがいっぱい。つまみ上げてびっくり、人間の歯、しかも割と大きめ。え、歯あの歯、食べ物を噛む時の歯。どうやら7月中の給食の時間にぐらついていた乳歯が抜けて、とりあえずそのままランドセルに入れたまますっかり忘れていたそうで。そんなことあんの？自らの歯が抜けたことを忘れる男はちょっとありえない。お母さん情けない、情けない文字付きっていうか、こんな絵文字見たことない。もうなんかすっとぼけた顔やら情けない顔やら、お母さんの心境が絵文字から。ちなみに息子、今日みたいな霧雨程度なら傘を差しません。手にぶら下げて帰ってきます。本人曰く、僕の周りだけ雨が当たらないから傘いらない、少年漫画の世界か。男子ってみんなこんな感じなのでしょうか。大好きな大きな男子のコシさんどうですかって。あ、そんな感じですよって。何、自分の周りだけ傘が、あー、俺は雨当たらないからってわけわかんないことを言ってたけど、単純に傘さすのがめんどくさいだけですって今トークバックで言ってます。バカじゃないの、今言ってるのがね。結構雨降ってても俺は雨避けながら歩いてましたから。いや、避けられないっつうの。バカだね男の子って。あ、そうなんだ。まあでもある意味あれなんじゃないですか、やっぱりこう男の子ってね、ヒーロー願望じゃないですけども、雨ごときで俺が当たるかっていう、なんかそういうことも、あ、大きくなずいてるコシさんが。そっか、あとやっぱりあれですね、その歯が抜けたことすら忘れてるっていうのがすごいですね。だって抜けたままいろいろ噛んでるわけでしょ、割と大きなコロンとして。で、前歯だったらお母さん気づくじゃないですか。だから奥歯ね、ないまんま食べ物も噛んでる。いや、ワイルドだね。いや、そういう問題じゃないですね。私たちの時代は下の歯が抜けたら屋根裏にポンって投げて、上の歯が抜けたら、あの床の下になんかこうポンって投げてたっていうことがあったりしたんですけど、最近のお子さんはそんなことやったりするのかしらね。最近のお子さんはランドセルに入れる、そうか。いやいや、そうじゃなくて。いや、でもマリマリさんすごいあれですね、あのおおらかで楽しい、将来はどういったね、大人に成長するのかすごくすごく気になるな。なんかいろんな感性
持ってそうな気がしますよ。まあ、でもねお母さんはいろいろヒヤヒヤすることもあるんでしょうけど、あとちなみに男の子の話でいうと矢野さん、この番組の作家の矢野さんの息子さんも男の子なんだけど、小学校の頃とかが水着をね学校に忘れて泳いで、まあ、濡れた水着を学校に忘れて帰ってきて、どうしたのって言ったら、あ、なんか忘れてたって。で結局先生が、まあ、濡れてるものはねちょっとほらあの匂いもすごくなるから先生が洗っときましたって言ってね、すごくいい先生だったりとか、あと体操服の枚数が足りないんだけど知らないって言ったら、結局ずっとカバンの中に入れっぱなしだったりとか、だから梅雨時とかね矢野さんが洗濯するのに困るっていうね話を聞きましたけど、まあ男の子は小学校の頃もそうだけど、きっと大人になっても一生中学2年生なんでしょうね。続いてのメールは右手にコーラさん、27歳男性の方ですね。そこら辺にいる20代より昔の音楽や情報を知ってるせいか、本当に20代なの、偽ってるんじゃないって言われることがあります。なんと言いますか、今の時代もいいんですが、キラキラしていた昔も捨てがたいから、いろいろと勉強させていただいてます。柏市の20代の、ね、男性の方、いやそれは嬉しいですよ。昭和ど真ん中で生きている、私世代としてはそういう若者の意見がもう非常に嬉しい。今ね昭和レトロ来てますよね、10代20代の若い子の間で、うん、そう良さが伝わってこそやっぱりいいものは継承される、芸術文化が育つっていうことですもんね。どんなにいいものでも若者たちが受け取って残してくれないと存在できないですからね。それが忘れ去られていくのが一番辛いです。いいものはどん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 ねみんなで吸収してほしい。私のねあの昭和にリリースした音楽もたくさんありますけど、本当今後追い世代で若い子たちが聴いてくれてて、あこんないい曲あったんですねって言ってくれるのがすごく嬉しいし、やっぱり音楽でつながってるんだなっていう実感がしますね。さあ心動かされたこと、あなたの周りで起こった面白い出来事も何でもいいです。泣いたこと、笑ったこと、怒ったこと、一緒にねその気持ちをリスナーのみんなと共有しましょうね。 kiss@dayfm.co.jp まで。小島高弘の金粒、今夜のテーマはメタバース。え？ユニバース？ああ、オートリバース？え、じゃあぶっ飛ばすか？全然違うって。一体メタバースって何なんでしょう？気になる方は今夜7時をチェック。メタバース、 Come along, have fun with us. Keep smiling. Bay FM. Kiss and smile.この番組にもゲストでお越しいただきました林哲司さんね、この楽曲を書かれている大先生でございますけども、林哲司さんのギターでこの曲をね歌わせていただいた時は本当に感動しました。かっこよかった。お元気でしょうか。さあメール紹介しますよ。ラジオネーム素早い亀さん、最近野菜を中心の食事にして2週間で5キロ減りました。え、すごくない？2週間で5キロ、すごい成果じゃない？今は停滞中でなかなか難しいです。いや5キロ行ったら先進むの大変だと思うよ。今日は無性に、食べたくなったホットケーキを食べながら昼ソンを見てました。あ、私が今日ね35周年記念アルバムのタイトルチューン青い命をテレビで初お披露目させていただいたんです。嬉しい、ありがとうございます。厚みのあるふわふわのホットケーキができましたが、1枚目だけ少し火加減が若干強くて少し焦げ目になってしまいましたが、他はいい感じでした。森口さんが無性に食べたくなるものってありますか？そうね、私ね UFO 焼きそばが無性に食べたくなる確率が多いね。しかも夜中、絶対ダメな時間じゃん。夜中に麺類とかさ、もうダメだダメだと思ったら食べたくなる。もうそこはやっぱり我慢よ、大人だから我慢してさ。で今もね、ああそう、このメール読みながらさ、ああそれ食べたいなと思ってたら、さっきさあったのよツイッターで、くまさん、森口さん夜勤明けで焼きそば食いながら聞いてますよ、懐かしい曲たくさんかけてくださいリクエスト、森口ロコの鳥かごの少年って言って焼きそばの写真載っけてんのよ。これはいけませんわ。麺がね、まるちゃんのほぐれやすくしなやかな麺って、なんかトゥルントゥルンで美味しそうや。もうなんかもうお肉とキャベツとソースとこにゃろ、ま、って言っちゃった、舌打ちちゃった。美味しそうだから、これもね羨ましいな。急にね焼きそば食べたくなりますよね。そうでもさ、男の人でこうやってなんかこう無性にホットケーキが食べたくなりましたって
こう自分で作って、ちょっと焦げたけど他はいい感じでしたって、なんかその何でもない日常だけどすごく素敵だな、尊いな、なんて思いながらね、このメール読ませていただきました。ありがとうございます。続いてひまわりちゃん、今日は久しぶりに金曜日がお休みになったのでラジオを拝聴しながら夏休みの課題に奮闘、大学生は夏休みがちょっと長いので嬉しいです。あ、そうかそうか、9月に入ってもね休みなのね。夏らしいことは特にせずバイトばかりの毎日でしたが、先輩方からいろんなことを学んで充実した夏休みでした。話は変わりますが、先日久しぶりにゴーヤチャンプルを食べました。小さい頃はゴーヤの苦味が嫌で食べられなかったのですが、いつの間にか克服できました。森口さんもいつの間にか克服できていたものは何かありますか？毎日青い命のアルバム聴いて癒されています、ということでありがとうございます。ひまりちゃん20歳のね、大学生の女の子ですけどもね。そうか、ゴーヤチャンプルね、確かにね、あの苦味最初食べた時びっくりするよね。この味で合ってんのかなって思ったりもしますよね。だけどあれがね、栄養がビタミンたっぷりだから。あと気をつけて、テレビで見てねびっくりしたのが、あの種の周りはすごくこうね美味しいって聞いたんだけども、毒性が強いので、あの種の周りは気をつけてね、テレビでやってました。そう、私がいつの間にか克服できたもの、うなぎかな。もうずっとなんかこううなぎ一口頑張って食べるんだけど、どうしても沼の味がしてたのよ。もう沼の味しないよ普通の人はね。私にとっては沼の味だなと思ったんだけども、ある時おいしいうなぎに出会ってから、あ、うなぎってこんなに素敵な食べ物だったんだって、うなぎを食べた次の日はやっぱりお肌もツルンとなるし、で私はねカマトラのうなぎが大好きなので、特上ちょっと奮発してね、カマトラの特上のねうなぎをねデリバリーするんですけどね、あれはおすすめですよ、ふっくらしててね。さあ、あなたは何に胸をときめかせていたりするんでしょうかね。あ、ときめきじゃない、克服できたわよ。何を克服できたんでしょうかね。 kiss@bayfm.co.jp まで、まだまだメールお待ちしてます。アメリカ直輸入のヴィンテージ家具雑貨店 LA デポ千葉がお送りします。日本道路交通情報センターの吉澤さん、お願いします。はい、首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の堀切ジャンクション方面に向かう内回りは、小松川ジャンクションで大型トラックなど車4台の事故のため船堀橋まで2キロの渋滞です。反対の外回りもこの事故の影響で小松川ジャンクションで4キロの渋滞です。また大橋ジャンクション方面に向かう中央環状線の内回りは、西池袋でトラックの事故のため5号線上りの志村料金所まで5キロの渋滞です。東京2020パラリンピック競技大会に伴う交通規制が行われているため、高速道路では常磐道の上りが三郷料金所で7キロの渋滞です。筑波ジャンクションから三郷ジャンクションまでの所要時間は40分です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは、戸田東インターで4キロの渋滞です。一般道路は都内の日光街道の下りが、足立区梅島陸橋を先頭に2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。吉澤さん、ありがとうございました。Bay FM トラフィックアップデート。次は2時38分ごろお伝えします。時を経て深みを増すアメリカンヴィンテージの魅力、アメリカ直輸入ならではのオンリーワンなヴィンテージ家具が揃う LA デポで、心奪われる出会いがきっとある。大人のノスタルジーを誘う LA デポ千葉。 BFM78さて、ここでお知らせです。ただいまベイ FM ではハッシュタグ未来へつなぐキャンペーンを開催中です。
こんな時だからこそラジオと一緒に明るい未来を描いてみませんか。参加方法は簡単です。あなたが思い描く未来をハッシュタグ未来へつなぐとツイッターに投稿してください。ハッシュタグの後の未来へつなぐはカタカナです。期間中あなたのつぶやいてくれた未来図を BFM がほんのちょっぴりサポートします。 Amazon ギフト券1万円分を抽選で毎日1名様にプレゼント。昨日9月2日木曜日の当選者はツイッターネームマリッペさん、おめでとうございます。コンビニでお弁当やスイーツを買うときにつけてもらうフォークスプーンをもらわないようにする、なぜなら家にそれがたくさんあるからということでね。意外ともらいすぎてしまうことありますよね。素晴らしい。環境にもね、優しくいきましょう。マリッペさんには後日ベイ FM 公式ツイッターから DM させていただきます。おめでとうございます。さらに9月6日月曜日から各番組で未来へつなぐスペシャル企画を実施。この番組キス&スマイル9月10日金曜日の放送はスペシャル企画未来につなぐ音の世界をお届けいたします。生活音、自然の音、街の雑踏から聞こえてくる音など、あなたが未来に残したい音は何ですか。その音を残したい、未来に伝えていきたいという理由も一緒に添えて教えてください。メールは今からね、送っていただいても OK です。受け付けております。 kiss@bayfm.co.jp kiss@bayfm.co.jp までお待ちしてます。毎日 Amazon ギフト券1万円が当たるハッシュタグ未来へつなぐキャンペーンは9月12日日曜まで毎日開催中です。絶対にお聞き逃しなく。詳しくはベイ FM の公式ツイッターやホームページをチェックしてください。さあメールご紹介したいと思います。ですね、ラジオネームやなこさん、先週森口さんがおすすめしていた枝豆を凍らせて食べる方法を昨日食べてみました。ぶっちゃけ美味しかったです。豆に歯ごたえが出てそれだけでも美味しい上によく噛むからなのか味を濃厚に感じます。そうなのよ、それ分かってくれた。一気に気温が下がってきたので来年の夏シーズンにはこの食べ方でたくさん枝豆を食べてみようと思います。マーベラスな豆知識ありがとうございました、ということでね、埼玉県の方からいただいてますけど、よかった、役に立った。スモールゲートさん、山形県鶴岡市の方です。50代男性の方。先週ひろこさんおすすめの枝豆料理紹介していましたが、味噌汁に枝豆を入れても美味しいですよ。それは知らなかった。山形県の庄内地方、鶴岡を含む山形の日本海に面する地域だけなのかもしれませんが、枝豆からいい出汁が出て美味しいんです。トウモロコシを輪切りにして入れる味噌汁もあります。そうなの。普通に食べたら捨ててしまうトウモロコシの芯からいい出汁が出るので美味しいんですよ。知っていましたか。山形県鶴岡市にはダダチャ豆という美味しい枝豆があります。やだ、偶然と思えない。私が凍らした枝豆はダダチャ豆よ。いただき物の、そう、めっちゃ美味しいの。もうすごい濃厚でもうプリップリしてて、もう毎年ね、同じ方から送っていただくんですけど、もうそれが楽しみで、枝豆が届いたら夏だなっていう感じがしてたんですけど、いや、嬉しい。その山形の方が、ダダチャ豆の、おすすめ、まさに私がその凍らせてたのはそうなんですけどね。あと、味噌汁に入れるのは知らなかったので、それちょっとやってみますね。あと、トウモロコシの、ほら、芯からね、いろいろ出汁が出るって。野菜って芯のところにすごい栄養があったりとか、捨てがちなところとか、あと実と皮の間にも栄養たっぷりあるからね、もう本当に捨てるとこが実はなかったりするんでしょうね。いい情報ありがとうございます。それからこれいこうかな。可愛くないプースさん、桜市の方です。うちの娘、本日3日が20歳の誕生日です。おめでとうございます。中学生の時に命に関わる大病を発症して、頑張ってそれを乗り越え治療が終わって5年が経過。いろいろあったけどここまで無事に過ごせていることが奇跡のよう。20歳で大人の仲間入りをした娘がこれからも元気に過ごせるよう親として願うのみです。入院中に憧れてた看護師目指して勉強中の娘、夢を目標を叶えられるよう森口さんからもぜひ娘に応援の一言お願いいたします、ということで、お誕生日おめでとうございます。すごい。自分が入院していたから
いろいろ大変だったからこそ看護師さんの大変さも誰よりも分かってますよね、このお嬢様ね。そして自分もその大変な病気を乗り越えたからこそ患者さんの気持ちが一番に分かる、すごい最強じゃないですか。その強さをね、夢の力につなげて本当に、目標をね叶えられるように頑張ってほしいと思います。もう大病を乗り越えたその強さは本当に、これからお嬢さん、お名前はねちょっとないですけども、可愛くないプーさんというね、ラジオネームお父さんがくれてますけども、お嬢さんのその強さはもう人生でこれからいろんなところで助けてくれると思います。夢が叶いますように、キッス&スマイル応援しています。番組の最後にハビバステのコーナーありますので、お父さんよかったらお嬢さんのニックネームだったり、お名前が大丈夫だったらお名前でも大丈夫です。ニックネームもしくはお名前送ってください。お歌プレゼントさせてください。森口博子がお送りしているキッス&スマイル2時台は、久しぶりのニュースソング、音がモリモリのコーナーでございます。海浜幕張駅前の大型ビジョン、ビスビジョン幕張のビスメディアがお送りします。この時間、首都圏は本州の南岸に停滞する前線の影響で広い範囲で雨が降り、気温は20度前後のところが多くなっています。この後も断続的に雨が降り、ザーザーと本降りになることもありそうです。冷たい雨で気温はほとんど上がらないでしょう。明日土曜日も本州南岸に停滞する前線の影響を受けそうです。このため全般に雲に覆われ雨が降ったりやんだりするでしょう。ざっと雨足が強まるところもありそうです。お出かけの際に雨が降っていなくても雨具をお持ちください。最高気温は平年より大幅に低いところがほとんどで、25度前後のところが多いでしょう。あさって日曜日も雲が多く、すっきりしない天気が続きそうです。なお、ベイエリアのお天気情報はベイ FM のホームページでもご覧いただけます。以上、ベイ FM ウェザーアップデートでした。海浜幕張駅前の大型ビジョン、ビスビジョン幕張から千葉の楽しい情報を発信中。大型ビジョンを使った広告のご提案から、映像ネットワークのシステム構築運用管理まで、デジタルサイネージのソリューションプロバイダー、ビスメディア。Feel the Bay Breeze Bay FM 78. Come along, have fun with us. Keep smiling.AFM. Kiss and smile. Kiss and smile. With Hiroko Moriguchi. Akko さん funky ですね。あ、これコンサートで聞いてみたい。Akko さんのコンサート以前ね、行かせていただいたんですけども、かっこいいの。やっぱりソウルフルな歌声。素晴らしかったですね。さあ、ラジオネーム赤肌ちゃん。いきますよ。ひろこさん、あ、こっち側から行こうかな。これごめんね、赤羽ちゃんごめん、待ってて読むからさ。戦うレフリーさん、茨城県の方でございますよ。自称アマチュアパティシエの僕が気になってるお菓子があります。福岡名物のにわかせんべいの瓦せんべいです。ほんのり甘い優しい味わいもさることながら、焼き印でドラえもんやドラゴンクエスト、機動戦士ガンダムなどアニメとコラボしてるのがユニークですね。ひろこさんならどんなキャラクターの瓦せんべいがあったらいいですか。そう、ガンダムがもうあるんだったら、やっぱり鎧伝サムライトルーパーかしら。今度新しい企画もね、ありますので、久しぶりに鎧伝サムライトルーパー復活でございますよ。楽しみにしててくださいね。ちなみにドラえもん、今日誕生日なのよ。知ってた、みんな。僕ドラえもんって必ずみんなモノマネするときは、浜崎あみちゃんになっちゃった。僕ドラえもんあゆです。僕ドラえもんあゆです。ちょっとそうするとトップ G 以上も出てくる。
ドラえもんとアユとトッポジ以上はみんな一緒だったのわけないけどね。そう、ドラえもんは今日がお誕生日なんですよね。ちなみに、そうね、どんなキャラクターいいかな。子供の頃サンリオとか大好きで、私はね、パティ&ジミーとマイメロディーと、あとキキララも好きだったかな、キティちゃんも好きだったかな、全部好きじゃん。ほとんど。でもね、パティ&ジミーはちょっとおしゃれだなっていうのがあったから、パティ&ジミーの瓦せんべいとかってすごい懐かしくて買っちゃうかも、キュンキュンきちゃうね。そしてこの流れでよ、赤花ちゃん、お待たせしました。9月になり急に寒くなりましたね。ほんとよ、気温差お互い気をつけようね。さて本日9月3日ドラえもんの誕生日、あ、ごめん先に行っちゃった。ここに書いてあった、ごめん先に行っちゃったよ。2112年生まれなのでまだ91年先のことらしいんですが、あと91年も経てば本当にドラえもん存在してもおかしくない気がしますね。うん、子供の頃ドラえもんの秘密道具はあったら便利だけど現実的じゃないよなと思っていたので、翻訳こんにゃくと同等の機能の翻訳機が出てきた時にはすごく驚きました。他の道具も実現できるかもと夢が膨らむ時代になってきましたが、もしドラえもんの秘密道具を一つだけもらえるとしたら、ひろこさんは何がいいですか。私はタケコプターを使って爽やかな青空を空中散歩してみたいです。あー、タケコプター人気だろうな。1個だけ、1個と言わずね、お願い2個にして。絶対欲しいのはアンキパン。もうさ、覚えられなくなってきて、さっきこれってちゃんと頭に入ったと思ったのになんで今やったらできないんだろうっていうことが増えてきたので、まずアンキパンは仕事をする上ではぜひあると助かります。そして、あー、そっか、でも太るか、今太るよってコシさんに言われちゃった、困った。じゃあもう暗記は自力で、いやー無理無理、あ、無理とか言っちゃダメ。いや、だから朝の食パンに、例えば朝食パン食べるときにそれをアンキパンに変えればいいんだよ。あとはどこでもドア、やっぱりこうね、今こういったご時世でどこにも行けないじゃないですか。でいざこう解禁行けるってなった時にいろんなとこ行ってみたいから、欲張ってどこでもドアで、みんなと交流してみたいななんて思う今日この頃ですけど、でもドラえもんのね、すごく近未来的なことは叶ってることもあるわけだから、この、赤花ちゃんが言うように、なんかせ手塚治虫さんの世界が実現できたように、この阿鼻子先生の世界もどん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 実現できることを願っております。では夏の終わりを切なく彩るナンバー2曲続けてお届けいたしましょう。まずはフジファブリック、若者のすべて。 AFM Kiss and Smile Kiss and Smile New Song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  Good 音がもりもり、森口博子がベイ FM 本社スタジオから生放送でお送りしております、キス&スマイル。こちらはニューソング音がもりもり。このコーナーでは森口博子が気になる新譜やニューカマーアーティストレコメンドしたり、このキスマが自信を持ってプッシュするアーティストをご紹介したり、新しい音楽を深掘りしていきます。今日ピックアップするのは矢野明子、音楽は贈り物。矢野明子さんは1976年アルバムジャパニーズガールでソロデビュー。以来 YMO との共演や様々なセッション、レコーディングに参加するなど、活動は多岐にわたるのはもう皆さんご存知ですよね。森山良子さんとのヤモリをはじめ、石川さゆりさん、上原ひろみさんなど、ジャンルを超えたアーティストとの共演も多く、去年は三味線奏者の吾妻ひろみさんとの新ユニット、矢野と吾妻結成、民謡をモチーフに新たな提案をした音楽を展開したり、もう本当にその独創的な音楽の世界はさらに広がりを見せております。私は20代の時にポップジャムの歌番組の司会をやらせていただいている時に矢野明子さんとお会いしたんですけども、エンディング出演者がステージ上にラインナップしてみんなで踊るんです、ラテンを、踊れ踊れって、矢野さんも踊ってくださるかしらなんて思いながら、これ皆さんエンディングを踊るんですけどって、わかりましたって言って、もうすごい思いっきり踊れ踊れってマイク向けたら、もうねすごい綺麗な声で歌ってくれた、お人柄にもねやられてしまいましたけども、今日クローズアップするのは8月25日にリリースされたデビュー45周年を飾るオリジナルアルバム音楽は贈り物。いやこれね、さす
すが矢野顕子さん、もう全部が刺さりまくりますし、歌詞も素晴らしいですし、音はやはりもう矢野さんの、ね、優しい音楽で包まれ寄り添い、そして深いんですよ。もうやっぱり生き様が現れている。で、私ね、これからお送りするアルバムのタイトルチューンの音楽は贈り物、この歌詞にね、いろんな仲間への愛だったり音楽への感謝だったり、すっごいものを感じてね、固有名詞注目してください。この音楽は贈り物、え、そこ出てくる、うん、そこ歌詞に書いちゃうっていうね、愛を感じましたね。笑いながら泣きながら歌おうって語りかけてくれております。ではまず1曲お届けいたします。矢野顕子さん8月25日リリースのニューアルバム、音楽は贈り物からのタイトルチューン、音楽は贈り物。すごくない？ちょっとグッときますよね。大貫妙子さん固有名詞出てきましたよ。なんかすごい友情を感じますしょ、感じますしょって、もうちょっと興奮しちゃってね。そしてね、コーラスもすごく素晴らしいなと思ったんですけど、皆さん分かりました？ミーシャなんですよ、コーラス。ミーシャさんもうどんだけ豪華なアルバムなんだっていうね、素晴らしいです。そしてこのアルバム作詞には糸井重里さんを迎えた、楽曲も多く収録されていて、ベースには小原玲さん、ギターに佐橋義之さん、ドラムに林達夫さんを迎え、もうすごく豪華な編成ですね。そしてお笑いコンビ空手家の矢部太郎さんが原作の漫画をアニメ化した大家さんと僕の主題歌とか、ニューヨークと日本でねリモート録音した楽曲愛をつけることに、そして度肝抜かれました津軽海峡冬景色のカバーもありますけど、これがジャージーで、もう矢野さんならではの世界で、ここでアルバムの中から2曲をお届けしますけども、まずは魚肉ソーセージと人、これはこの番組のスタッフが選びましたけどね、私は泣いたね。魚肉ソーセージと人って聞くと、なんかこう楽しげな魚肉ソーセージパクパクみたいな、ちょっと明るそうね、ちょっと明るそうなキュートな曲かなと思いきや、あ、この世界をこういう風に描く矢野さんはやっぱり天才だなって、そういう切り口で来ましたかっていうね、後でまたちょっと語りますけど、あんまり言うとネタバレになるのでね、ちょっとこれ聞いて私はうるっとしてしまいました。そして、2曲目は私が選びました。タイトルが私のバスバージョン2ということで、サビでね、エンジンはほにゃららで回してますっていうフレーズがあります。みんな私のバスに乗ってって矢野さんが歌ってるんです。エンジンはほにゃららで回してます、ここキュンキュンポイントです。そしてその後、ほにゃららも乗り越えてみせますよって、乗り越えますよって、いいですね、生き様感じます。そしてここの声の張り、いや素晴らしい。では矢野顕子さん8月25日リリースのニューアルバム、音楽は贈り物から、この番組のスタッフが選びました魚肉ソーセージと人、そして私がセレクションしました私のバスバージョン2、聞いてください。魚肉ソーセージと人、こう来るか。私ね、このところのフレーズギューンとこう胸がね、なんかなんとも言えない気持ちになった。母も逃げ出したいことがいつかあっただろうか、あったのだろうか、うちへおいでよ、いつでもおいでよ、ありったけのハグもあるよ、助けが欲しいって言えなかったらせめて今助けてあげたいね。自分が大人になって今度お母さんが自分を助ける番だ、お父さんだっていろいろあったんだろうなってね、後半続きますけど、そして最後は一人一人は一人を生きる、 魚肉ソーセージと共に生きる。私もこれ泣きましたね。その魚肉ソーセージっていうのがもうこれがこう家族がつながってる象徴でもあるんだけど、でもやっぱり生きるときはみんな人それぞれこう人には言えなくてさ、自分の涙を自分で消化しなきゃいけないときもあったでしょ、夫婦でも家族でもね、みんななんかそれを乗り越えてきて今一緒にね、いてもいなくても結局は自分で乗り越えてきて一人でっていう、なんかこの魚肉ソーセージを通じて家族のことだったりとか、自分のこの処理できなかったでも処理した涙とか、そういうのが込められてて、ちょっと泣いたんですよね、この曲ね。すごい。それを魚肉ソーセージと人っていうタイトルにする矢野さん、やっぱりすごいと思いました。で、私セレクションの私のバスバージョン2。
エンジンはほにゃららで回ってますよ、ここキュンキュンポイントですって私ね、歌をお送りする前に言いましたけども、愛で回ってる。そう、もうきっとこれは出会った皆さんにね、いろんな思いを込めてきっと矢野さんが作詞をされたのかな。そしてどんな坂も乗り越えます、そう、生き様ですね、まさに。で、矢野さんの声ってすごく柔らかくて癒しもあるんだけど、このサビ、え、Bメロ終わりのサビに向かうと、この声の優しさの芯を食っている、そこにね、意志を感じたんですよね。もう45周年素晴らしい、この通常版に加えて45周年記念限定版には、昨年東京 NHK ホールで行われたライブをブルーレイで付属してありますので、詳しくはオフィシャルのホームページをチェックしてください。以上、ニュースソング音がもりもりでした。 AFM Kiss and Smile Kiss and Smile Stay tunedPeace. 日本道路交通情報センターの岡田さん、お願いします。はい、東京2020パラリンピック競技大会に伴って大幅な交通規制が行われています。高速道路では常磐道の上りが三郷料金所で9キロの渋滞です。筑波ジャンクションから三郷ジャンクションまでの所要時間は45分です。東北道の上りも浦和料金所で4キロの渋滞です。このほか東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう内回りは松戸インターで2キロの渋滞です。首都高速道路では東京2020大会に伴って湾岸線の西行きの千鳥町入り口など多くの入り口が利用できなくなっています。首都高速道路はこのほか、中央環状線の江北ジャンクション方面へ向かう内回りが、小松川ジャンクションであった事故の処理は終わりましたが、2キロの渋滞です。一般道路の状況です。千葉県の国道14号線の下りは、幕張インター入り口で2キロの渋滞。上りは船橋市港町2丁目で1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。岡田さん、ありがとうございました。 JFM トラフィックアップデート、次は3時18分頃お伝えします。 JFM 78FM Kiss and Smile with Hiroko Moriguchi。 Bay FM 本社スタジオから生放送でお送りしております、 Kiss and Smile。 さて、ここからはあなたにとって大切な一曲をエピソードとともにお届けする私の人生バイブルソング。今日メールをくださったのはラジオネームかましょうさん、20代の方です。第一子妊娠中です。看護師で今は産休中。8月28日から生産期、いつ生まれてもおかしくない状態に入りました。もうすぐ我が子に会える喜びと仕事をしなくなった違和感、初めての出産、コロナ禍での不安もあり、なんだか落ち着かない日々を過ごしています。そんな中、家で森口さんのラジオを聞いていると元気をもらえます。ウルフルズのガッツだぜを聞いて頑張ります。かましょうさん、8月の28日から生産期、いつ生まれてもおかしくない状態に入りましたということで、もしかしたらもう生まれていたりするかもしれないしっていうことですけどもね、今どんな状態なんでしょうかね。いや、でもね、10ヶ月間お腹に赤ちゃんがいるって大変だと思うんです。まあ私はね、結婚も妊娠も経験したことがないからちょっと分かんないですけど、でも妊娠するだけでも大変なのに、このコロナ禍でいろんなことを気をつけながら、もうダブルで大変だったと思うんですね。でもこうやってそんな中でね、このラジオを聞いていると、森口さんのラジオを聞いていると元気がもらえます。もうこの一言で私も安心した。
来るメールがね、皆さんやっぱりいろいろ抱えてるんだなっていうのを読んでわかるんですよ。仕事がもちろんこういったご時世でうまくいかないとか、体調が悪いですとか、お出かけできなくていろいろ溜まってますってメールが来る中で、そういうものを紹介した時に浜翔さんがね、あ、不安なのは自分だけじゃないんだっていう気持ちにちょっとなってくれていたりとか、今音楽をかけているように音楽で、あ、頑張ろうって思ってもらえたりで、いつの日かですね、お子さんが生まれてちょっと大きくなった時に、あなたを産んだ時には世界中がこんな状態で本当に大変な状態だったの、それでもね、あなたが生まれてきてくれてみたいな話がきっと笑顔でできる日が私は来るとね信じています。歌詞をねちょっと見てみますと、これはこう一応男性目線の歌詞ではありますけどもね、汗かいてべそかいてゴー、これはまさにこう浜翔さんの出産の時の心情にも重なるんじゃないでしょうかね。不安なことあるけど汗かいてべそかいてゴーっていうね、このガッタゼのこのスピリッツは、どんな人にもそして浜翔さんにも重なるところはありますよね。これからまたお生まれになったら子育てもいろいろとあるかと思いますけども、今日のこの放送を思い出して、そしてガッツだぜ精神で、子育ての方もね頑張ってほしいと思います。私の人生バイブルソングではあなたの大切な歌のリクエストをお待ちしています。頑張るときに聴く歌、気持ちを整えるときに聴く歌、人生の岐路で出会った歌など、あなたの人生で大きな存在となっている歌をエピソードとともにリクエストしてください。メールは kiss@bayfm.co.jp まで、メールの件名にはバイブルソングと入れてください。以上、私の人生バイブルソングでした。メールご紹介いたします。ニックネームマーコさん、実は最近ずっとずっと気になって仕方ないことがあります。何でしょうね。それはひろこちゃんがリスナーの両親の呵責さんの名前を読むときに必ず両親の呵責しゃんと言っていることです。かっこ笑い。毎週巻き戻して何回聞いてもしゃんとはっきり言っています。気づいてなさそうなひろこちゃんが面白くて可愛くてしょうがなくて、皆様とこの気持ちを共有したくてメールしました。音符マークマーコさんついてますけど、あ、これね、あのね、まあ正解といえば正解だけど、そうそうなんで、最初いただいた時に両親の呵責さんっていうのが、いや今言えるじゃん、ちゃんとね、言えなくてずっと両親の呵責しゃんって言ってて、もう言えない言えないって言ってたら、その両親の呵責さんがもうラジオネームを呵責しゃんに変えてくれたんですよ、しゃんを。だから今両親の呵責しゃんって言ってるんですけど、考えてみたらそれラジオネームだから、その両親の呵責しゃんさんをつけなきゃいけないわけですよね、きっとね。だからこのしゃんがついてることで、私はイコールちゃんしゃんさんになっちゃってるのね。ちゃんちゃんりんしゃ、いやそうじゃない、薬師丸ひろこさん関係ない、ちゃんさんりんちゃんさんりんじゃないですよ、ちゃんさんりん。だから本当だったら正しくは両親の呵責しゃんさん、いやややこしいわだから呼び捨て状態になってるっていうね。そうか、まあこちゃんいろいろ気になってたか。そうか、うん、ありがとう。両親の呵責しゃんさんもラジオネームを変えてくれてね、ありがとうございます。それからこれはね、ふつおたさん、毎週リラックスしながら聞いてます、ありがとう。先日幼稚園の送迎バスから降りてきた園児とお母さんの会話。園児、ママに問題。母親、何かな。園児、泥棒猫の反対はなんだ。母親、わからない答えは。園児、犬のおまわりさん。母、笑い笑い笑い。どうですかこの問題、なぞなぞトンチっていただいておりますけど、いい、グッとくる。でも小さいお子さんが泥棒猫って言葉を知ってるんだ。え、何星さん、何受けてんの。なるほどね、ラジオネームが普通おたじゃなくて、これはあの普通のお便りですよってことを言いたいのね。そうですか、ラジオネームどこにあるんだみたいなね。そう、泥棒猫って言葉を子供さんが知ってるっていうのもいいし、その反対が犬のおまわりさんっていうのもなんかキュンときて素晴らしい、思わず笑顔になる会話ですね。ドイちゃんが目の前で笑いをこらえてる。じゃあみんなに問題。世界中の人が集まってるダンスパーティーで停電が起こりました。真っ暗闇で足が痛い、足踏まれた人が言いました。痛い、足踏まれました。
踏まれた人はどこの国の人でしょうか。考えといてください。森口ロコのキッス&スマイル、この後交通情報を挟んで、ドリンクは炭酸とカフェオレ系を交互に飲みながら味変を楽しむというそこそこ中二な女子、宇佐美すこと宇佐美ゆきちゃんがお届けするラジオプロショッパーです。 Don't go anywhere. We'll be back soon. Stay tuned. Bay FM. Kiss and smile. Kiss and smile with Hiroko Moriguchi.走る喜び、ビーアドライバー千葉松田がお送りします。日本道路交通情報センターの岡田さん、お願いします。はい、首都高速道路の状況です。6号線の下りは箱崎ジャンクションで1キロの渋滞です。江戸橋ジャンクションから堀切ジャンクションまでの所要時間は10分です。7号線の上りは両国ジャンクションで1キロの渋滞です。東京2020パラリンピック競技大会に伴って大幅な交通規制が行われています。首都高速道路では三郷線の上りの八潮南入口など多くの入り口が利用できなくなっています。高速道路でも交通規制が行われているため、常磐道の上りは三郷料金所で9キロの渋滞です。東北道の上りも浦和料金所で4キロの渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは、大泉インターや戸田東インター入り口、外環浦和インターの入り口が利用できなくなっています。一般道路は千葉県の国道296号線の下りが八千代市八千代工業団地入り口で4キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。岡田さん、ありがとうございました。ベイ FM トラフィックアップデート。次は3時40分ごろお伝えします。今の私たちにジャストサイズの SUV マツダ CX-30。 美しさと大胆さ、機能性を併せ持った都市型クロスオーバー。私と大切な人たちとの世界が広がる。美しく走る、お近くの千葉マツダへ。カンはね、この曲、夏が始まっただけでううってなんかね、望郷の念に駆られてしまいますね。さあ、ハッピーバースデーソングのお歌のコーナー行ってみたいと思います。9月生まれの方たくさんいただいております。では歌わせてください。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア琥珀さん、船橋の九太郎さん、カズタンさん、アメヤさん、富山の山男さん、京都のアヒルパパさん、メールをご紹介いたしました、可愛くないプーさんのお嬢さん、他たくさんの方からいただいております。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 9月生まれの皆さん。私の姉も。Happy birthday to you. おめでとうございます。オンエアには載っておりませんけども、必ずガラスの向こうでスタッフの皆さんがね、一緒に拍手をしてくれております。ありがとうございます。さあ、先ほど私ね、クイズ出したでしょ。さっき幼稚園の可愛い子が、泥棒猫の反対は何ってお母さんに出してて、犬のおまわりさんってね、可愛いクイズがありましたけど、私が出したクイズ、世界中の人たちが集まるダンスパーティーで停電になって暗くなった時に足を踏まれた人、痛い、足を踏まれましたって言った人は何人でしょうかっていう問題でしたけども、みんなツイッターにね、足を踏んだのはドイツだ、オランダとかね、スマホケースの音がうるさい、すいませんね、私の手作りの紙のスマホケースがいつもバラバラジャラジャラ、すいません、紙で作っております。キレンジャーさん、イタリア人と思わせておいて、大分、大分県がある日本、無理すぎるって来ましたけどもね、あとは暗いからウクライナとかね、なるほどね、みんなよく考えた、うん、イタリアかなとかありますけど、正解はですね、
あ、痛いっていうのは皆さん何語ですか？痛い。これ普通に日本語です。ということは足を踏まれたのは日本人です。さあ、おかしい。なんか恋しさが拗ねてる。いいスタートダッシュを9月切れるかと思ったのに、その意地悪なクイズ。いや、クイズってそういうもんだから痛いって日本語で言ってます。ただ痛いってこうね、イントネーション変えただけなんですけど、でもすごいみんな逆にへー、その答えいいねっていうのいっぱいあったよね。ドイツだとかね、足を踏んだのはドイツだとか、暗いからうー暗いなとかね。あ、そっちにしようかな、答え今度から違うかということで、ありがとうございました。クロージングナンバーのね、リクエストもたくさんいただいておりますよ。35周年記念アルバムの中からということで、静岡のパルさん、水の星へ愛を込めて35人の森口博子によるアカペラバージョンお願いします。車の中で毎日青い命を聞いていますが、買い物に出かけた時に聞いていた母親が、この子の声は透き通った綺麗な声だねと言い喜んでいました。ぜひお願いします。あ、嬉しい。お母様によろしくお伝えください。鍋おっさんさん、大阪から聞いてくれております。同じく水の星愛を込めて35人の森口ロコによるアカペラバージョン、先週は命の声でした。アルバム青い命での命の声からラストのこの曲の流れがたまらなく好きです。水の星愛を込めてはひろこさんがデビューからずっと歌い続けておられますが、この間も年を重ねるにつれ、大人になるにつれ、歌の解釈も変わってこられたと聞きます。一人のひろこさんでさえ35年分の思いのこもった歌声なのに、35人もいたら35人分の熱い思いが聞く側にぶつけられるわけで、私の心に35年かける35人分のひろこさんが響き渡ります。ガンダムソングカバーズの巡り合いで31人の森口ひろこによるアカペラバージョンで味を占めて、今回の水の星35人でチャレンジになったと聞きました。40周年では40人のひろこさん、50周年では50人のひろこさんと贅沢な期待をしてしまいます。あ、そう思った、やだ、なんか読まれちゃったみたいな。まあね、これはね、もう本当に35人の森口ひろこイコールみんなとの歴史ですから、もう本当大阪のこの鍋おっさんさんが言ってくださってるように、いろんな思いがレコーディングの時にはこもりました。で、楽器パート全部ね、私が口で奏でて、コーラスパートも重ねていく中で、こう35テイク目指すわけじゃないですか。あ、35テイク、35年、少女の自分の時代もあったな、がむしゃらに走ってた時代もあったな、体調壊した時代もあったな、みんなに支えられて乗り越えてる35年だな、いろんなこう時間とファンのみんなの顔だったり、大切な人の顔だったり、スタッフの顔だったり、家族の顔だったり、友人の顔、いろんな顔が見えたレコーディングでしたね。同じくこの曲にもリクエストいただいてます。岩田のしおちゃん、最近の天候は灰色の雲が多め、早く晴天の空に透き通った歌声、35人のひろこさんのハーモニー、避暑地にいるような感じで聞かせてください。水の星愛を込めて35人の森口ひろこによるアカペラバージョンといただいてますけどね、来週また30度超えるのかなっていう風にね、来週また暑さ戻ってくるそうなのでね、体調に気をつけて避暑地にいるような感じになるといいわ。カズタンさん、今日のラストソングは水の星愛を込めてお願いします。35人のひろこちゃん圧巻です。何度もリピートして聞いてます。ひろこちゃんのアカペラ本当に素敵です。いつ聞いてもひろこちゃんの歌声が優しく響いて、とても癒されてます。いつも素敵な歌声をありがとうございます。これは兵庫県神戸市からいただいております。みんなラジコで聞いてくれているのね。他にもね、鳥かごの少年、ノリノリのロックサウンドでパッと気分が爽快になりますとか、鳥かごの少年、仕事前の通勤車の中でモチベーション下がってる時などよく聞きます、すごく元気になる曲です、ということでね、もうたくさん、他にもたくさんたくさんたくさん、いろんな曲にねいただいておりますけども、でも今日はねこういったお天気なので、なんか本当にこうしっとりと、うん、お届けしたいなっていう気持ちになっていますので、じゃあいろんな楽曲にいただいておりますけど、今バーッと紹介いたしました35人の森口ひろこのアカペラバージョン聞いてもらえますね。これはデビュー曲ではありますけども、
もう本当に一生歌い続けられる壮大なメッセージ性のある楽曲をいただけたのは、生涯の宝物だと実感しております。では聴いてください。ただいまリリース中35周年記念アルバム青い命より、水の星へ愛を込めて、35人の森口博子によるアカペラバージョン。日本道路交通情報センターの清水さん、お願いします。はい、東京2020大会に伴う交通対策のため、首都高速道路は湾岸線の西行きの千鳥町の入り口など多くの入り口が利用できなくなっています。高速道路は常磐道の上りが三郷料金所を先頭に柏インターまで9キロの渋滞です。柏から三郷ジャンクションまで所要時間は30分です。この他の状況です。東京外環道は千葉方面からの内回りが外環三郷西インターで1キロの渋滞です。京葉道路や東京湾アクアラインは上下線とも順調に流れています。一般道路の国道16号線は野田方面向かう内回りが柏市松ヶ崎で2キロの渋滞です。国道357号線は東京方面向かう西行きが船橋市若松で2キロ、市川市塩浜では両方向とも2キロの渋滞。国道14号線の上りは船橋市港町2丁目で1キロ、下りは幕張インター入り口で1キロ半の渋滞です。国道296号線は下りが八千代工業団地入り口で3キロ、上りは八千代市2キロで2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。清水さん、ありがとうございました。JFM トラフィックアップデート。次は4時18分ごろお伝えします。Bay FM 78. Come along, have fun with us. Keep smiling. Bay FM. Kiss and smile. With Hiroko Moriguchi. Moriguchi Hiroko が Bay FM スタジオ、本社スタジオからおよそ3時間の生放送でお送りしてきました。 Kiss and smile、 いかがでしたでしょうか。来週はスペシャル企画、未来につなぐ音の世界をお届けいたします。生活音、自然音、街の雑踏から聞こえてくる音もたくさんありますよね。未来に残したい音をぜひ教えてください。 kiss@bayfm.co.jp kiss@bayfm.co.jp までお願いいたします。さあ、ラストソングはただいまリリース中35周年記念アルバム青い命の中からデビュー曲、水の星へ愛を込めて、35人の森口博子によるアカペラバージョン、セルフカバーね、お届けいたしました。皆さんいろいろとね、つぶやいてくださっております。浜ちゃん、素敵な歌声、森口さんありがとうございました。残りの配達も安全運転で頑張ります。お仕事中ね、安全運転で、お天気ね悪いですけど安全運転で頑張ってください。元気玉さん、35年の思いが詰まった一曲ありがとうございます。こちらこそ。紅色いちごさん、やっと手が空いた、水の星愛を込めて35人のアカペラバージョン、ハートマークで、お仕事中聞いてくださってたんでしょうかね。それから、フラットディレクションさん、窓の外は灰色の雲ですが少し暗い気持ちになりがちですが、選曲がとても個人的には良かった、デスクワークも終了、放送のおかげでなんとかノルマ行けました、やったやった。ひまわりちゃん、アカペラバージョン何度聞いても圧巻、鳥肌。たくさんたくさん感想も、皆さんツイッターもありがとうございました。メールもね、今日もたくさんいただいて、時間が許す限り、青いジャケットさん初メールありがとうです。訳あって30年近くテレビラジオまともに視聴できていませんでした。この度難聴の私のお供として肩にかけるラジオなるものを購入、最初にベイ FM を聞くと森口さんの声が、よかった、生きていて芸能界で、あ、私のことで、ね、私の心配ありがとう。厳しい世界で生き抜く秘訣を教えてください。今後もちょくちょくメールさせていただきます。同世代頑張ろうということでね、ちょっと難聴の方だそうですけども、よかったラジオから、じゃあ大丈夫かな、今心地よく届いてるのかな、嬉しい。お声が届きましたか。長く生ける秘訣ですか。そうですね、やっぱりいろんな出会いに感謝して若い芽を摘む。違う、感謝大切です。
もうこんなポンコツの私をね、みんなこう求めてくれてるファンの皆さん、スタッフの皆さん、支えてくれてる全ての皆さんに本当感謝、出会いあってこそだなって、うん、本当に思います。青いジャケットさん、あの、ね、お耳の方もお気をつけになられて、ラジオこれからもねぜひ楽しんでくださいね。この後もいろんな笑いを取り揃えてる番組のお二人もねスタンバイしておりますよ。バトン渡しますからね。まだメール受けちゃおうかな。富里市のたけちゃん、先日小学校2年の孫のゆいから、じいさん目覚まし時計買ってとせがまれました。あ、じいさんっていう呼ばれてるの面白いね。じいさん、なんか日本昔話みたいな。いつもはそんなお願い事などしたことなかったので軽く聞き流していましたが、聞き流すんだお孫さん言ってるのに、何回もずっと言うのでよくよく話を聞くと、夏休みも今日で終わり、明日から学校なので早起きしたいということで、どうしてもその日のうちに欲しいとのことでした。私は夕方仕事が終わって急いで時計屋さんに書き込みゲット。遅くなりましたがゆいちゃんの元へ届けました。翌日娘に朝の様子を聞くと、しっかり自分で起きてたよと聞き、思わず成長してるんだなと微笑んでいました。いいお話じゃないですか。ちゃんとじいさんに買ってもらった目覚まし時計で自分から早起きっていうことでね。ひろこさんは目覚まし時計いくつ使ってますかっていうことですけども、1個ですけど、私は寝起きが悪いので相当大きな、もうリリリリリーンっていうのをね、スヌード何回もこうねストップをしても聞こえるようにしておりますけどもね。あ、スヌーズだ、ごめん、スヌードはあのファッションだ、あの繋がってるマフラーのことをスヌードって言うんだけど、スヌーズ、スヌーズ。今日も脳トレになりました、リスナーの皆さん。あれ違うぞみたいなね。ということで、小学校のねお孫さんの成長に負けないように我々大人もね頑張りましょう。ということで、さあこの後4時からはザ・ベイライン、森久保祥太郎さん、浜口純子ちゃん、はいはい、こんにちは。脳トレになりました、ありがとうございます。なりました、なりました。俺も スヌーズじゃないかなって思いながら今聞いてましたけどスヌードかなとかもね。あの、まあ、あの浜純だったら女子だから、あ、スヌード、スヌード、あの首に巻くやつかって思いましたけど ね、 ね。だから森久保さんにはクエスチョンですよね。そうですね。でもスヌードじゃないことは分かります。目覚ましについてるのはね。失礼いたしました。ところで森口さん、はいはい、いろんなね、今この過去いろんな場所でライブしてきたと思うんですけど、はい、宇宙でライブしてみたいとか思いません？思う。いつも思う。私、水の星愛を込めて、やっぱりガンダム関係の曲多いので。そうだ。そうなんです。ぴったりですよね。そうなの、今日そんなテーマ。今日はね、そうなんですよ、はい。そんなに遠くないんじゃないかという、この宇宙時代について。おー。いつか来んじゃないのっていうやつですね、はい。もうすでに始まってるこの宇宙へのね、はい、歩み寄りみたいなものを、いろいろ詳しくですね、はい、宇宙を深掘りしていきたいと思います。深掘りしてます。確かにこれだけいろんなことが進歩してる時代ですからね。そうありそうですよね。そうなんですよ。始まってますからね。はい、じゃあ今日は耳を暖房にして聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。この後4時からです。はい、引き続きよろしくお願いいたします。キス&スマイル、この番組はプロデューサー西宮ひろき、ディレクター越一馬、アシスタントディレクター桑原もとき、番組構成矢野純子、アシスタント DJ 宇佐美由紀、エンジニアは三山さん、そして DJ は私森口ひろ子でお送りいたしました。気温差がとにかくみんな激しいので、羽織るものを忘れずに温かいものを飲んで胃腸から温めてくださいね。また来週に健やかな気持ちでお会いいたしましょう。お相手は森口ひろ子でした。どうもありがとう。はこの後も前線の影響で断続的に雨が降るでしょう。ザーザーと本降りになることもありそうです。明日土曜日も前線の影響で雨が降ったりやんだりするでしょう。最高気温は平年より大幅に低いところがほとんどで、25度前後のところが多い見込みです。明後日日曜日も雲が多くすっきりしないでしょう。月曜日以降は雲が広がりやすいものの、日差しが届く日もありそうです。最高気温は週明けまで平年より低い日が多いですが、水曜日以降は平年並みかやや高く、真夏日が戻るところもありそうです。来週にかけて気温の変化が大きくなりますので、体調管理には一層お気をつけください。以上、 Bay FM ウェザーアップデートでした。